皆さんこんにちは。あなたの町から伊藤さんのコーナーでございます。本日はですね、新潟県の村上市というところに伊吹サラサのねツアーで来ておりまして、村上市でライブはないんですけどもね、新潟から山形県の庄内エリアへの移動の最中でございまして、ちょうどこの海が目の前で、かつ夕日が今沈もうというところですが、逆光で映らないですかね。あ、ちょっと映ったかな。まさに夕日が沈もうというところでございます。これから伊吹サラサ庄内編に入っていくわけでございますね。9月4日ですね、今日ね。このツアーが終わりますと、ピアニストは宮本高菜さんとのアコースティックランデブーのツアーへと私続いていくわけでございます。これリアルタイムでね公開してないので、ちょっと時差あると思うんですけれども、もうすっかり秋の、ね、気配でございまして、ちょっと体調崩す方も多いんじゃないかなと思いますんでね、まあ、一瞬ですから、いつも秋はね僕大好きな季節なんですけども、楽しみたいなと思います。9月というわけで、伊吹サラサアコースティックランデブー、それからハモジンでの北海道ライブ、そして伊吹サラサもね久しぶりに北海道でのライブがありまして、あっという間に駆け抜ける感じでございます。ここからは私毎月シワス状態でございますね。皆さんも体調に気をつけてですね、秋を楽しんでいただきたいなと思います。また次はどこの町からお届けできるんでしょうか。今日は新潟県村上市からお届けしております。あなたの町から伊藤さんのコーナーでした。